よ。ただいま。姉ちゃん起きてる？あ、ななきちゃん。イリアに行くら、遠坂たちまで。なんでここに？違うのよ。シロウくんがお見舞いに来てくれて、でもお母さんたちもいなくて、汗かいちゃって。悪いかなって思ったんだけど、でも嬉しかった。何この人。そうだぞ、汗を拭くのを手伝ってほしいって言われて、やましいことは何も。そうね、こういう人だったわね。か弱いふりして油断させたところでかっさら。まさに泥棒猫、いや蛇ですわ。なんかお兄ちゃんたちが学校でどんななのか分かった気がする。これは凛たちを一方的には責められないわ。姉ちゃんの思い人ってイリアの兄ちゃんだったのか。今さら。あれ、前にもこんなやりとりなかった？変なこと言わないで、ナナキちゃん。でも別にシロ君が嫌いってわけじゃなくて、全然なくて、でももう詫びとかいらないわよね。あなたは一線を越えましたわ。そちらの流儀に習い、これよりは拳で語りましょうか。本性を表したな、メギツネども。森山姉妹のスカイラブ拳をその身に刻むがよい。暴力はいけないわ、ナナキちゃん。お水飲んで落ち着いて。力加減が。どうしてお前たちはいつも喧嘩ばかりするんだよ。イリアたちも止めて。違う。なぜそんな冷め切った目を。冷めてるのがダメ。そうね、お兄ちゃんは熱々だもんね。お兄ちゃん、やっぱりそういうのあれがあれでよくないよね。気が確かれるしないで。何言ってんのか分かんないぞ、イリア。それより喧嘩を止めなきゃ。お兄ちゃんが選んだら止まるんじゃない。選ぶって何をだ。ドリアー達成させるか。いけないの？はい、あ、シロ君。おにゃわー、なんでさー。おう、帰ったか、タツコ。これ見てくれや。ガクバザー流の看板は取られちまったからな。今日からうちはガクバザー流だ。どうで、関係だろ。この町には強いやつがゴロゴロ言いやがる。俺も心機一転して鍛え直し。親父、武力じゃ何も解決しない。不を捨てよ。人の対話はそこから始まる。こいつ悟りやがった。